初めて作った同人誌、いつか大手になれるかな。見てってください、新刊です。なかなか売れないな。この人、ここからここまで全部ください。かっこいい。 ありがとうございました。あの、よろしければ。マリプケさん書きたのコピーも販売開始した。ありがとう。メールフォームにメールが来てる。横島先生、今日本を全買いさせてもらったものだ。あの人だ。ご本すっごく良かったです。それから私は学校で彼女を探し始めた。しかし見つけることはできず、そしてあの日、私は彼女と知らず再会を果たした。これは運命だ。先輩はいつでもとても美しかった。やっぱり私、こんなことで先輩を失いたくない。先輩より大事なものなんて何もない。負けは負け、分かってるんだ。でも、でも私、やっぱり島ちゃんの書くお話大好き。私だって先輩の小説